駅前本校担任の福田です。合格者の皆さん、まずは合格おめでとうございます。ありがとうございます。まず簡単になんですけども、自己紹介の方からお願いします。はい。藤田優子と申します。最終国籍は国税専門官からもらいました。はい、以上です。はい、岡田成美と申します。最終合格先は堺市役所、裁判所事務官、国税専門官、国立病院技工です。はい、井上彩乃と申します。最終合格先は国家一般職、京都府、国税専門官からいただきました。以上です。まずなんですけれども、レックを選んでよかったなという点について、岡田さんからお願いします。はい、私がレックを選んでよかったなと思う点は、レックは勉強面だけでなく、面接対策やまたフォロー制度もすごくしっかりと充実していたというところです。はい、私がレックを選んでよかったなと思う点は、費用面と、あと、きめ細やかなサービスがある点で、費用は他のところに比べて私は調べていて安いなと思ったのと、入ってからさまざまなイベントがあったり、先生のイベントがあって、はい、フォローしていただけるなと思いました。以上です。はい、まあ、今日の日を迎えるにあたってですね、内定をもらうまでにいろんな苦労があったかと思うんですけれども、どのような苦労があったのかというところですね、藤田君お願いします。はい、はい、私はとても勉強は苦労しました。僕はもともと勉強が苦手な上、アルバイトを週4、5回こなしておりましたので、こういった勉強とアルバイトの両立がとても苦労しました。はい、以上です。井上さん。はい、私はモチベーションの維持が苦労しました。そういう時にはレックの中でできた友達に励ましてもらったりとか、レックは先生との距離もかなり近いので、先生にお尻を叩いてもらったりとかして、なんとかやってきました。以上です。はい、最後に、来年の合格を目指して頑張っている後輩の皆さんへメッセージをお願いします。レック難波駅前本校はとってもアットホームで、同じ志を持った友人たちと切磋琢磨することや、また先生からもすごく指導を受けられることができるので、そういった環境の中でぜひ内定を勝ち取って来年修学会に来てほしいです。応援してます。はい、公務員試験はとても長くて辛い道のりです。しかし、自分が選んだ道ですので、最後まで諦めず頑張ってください。まあ、毎日辛いと思うんですけれども、1年後笑ってられるようにしっかり頑張ってください。以上です。受験する皆さん、来年は皆さんが祝賀会に参加できるようにぜひ頑張ってください。お願いします。お願いします。はい、それでは